ホットケーキなスフレプリンです。こちら先ほどもご紹介いたしましたように、はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はファミリーマートサンロードシティ店よりお届けいたしますよ。本日2月22日は火曜日ですよね。毎週火曜日ファミリーマートで新商品が発売されます。今週2月22日から2月28日の1週間にですね、新商品がなんと58種類発売されますよ。まだ今週はですね、こちら昨年9月にですね、各地域限定でいろんなスフレ発売されましたけども、こちら西日本限定で発売されたホットケーキなスフレプリン、こちらがですね、見事1位を獲得いたしましたので、今回全国販売となりましたので、こちらもですね、ご紹介していこうと思います。まずはこちら、シビカラ麻婆ラーメンです。シビカラってあるんで辛いんでしょうね。私辛いのが好きなんでちょっと楽しみです。香りはね、もうほんとあの麻婆豆腐の香りにね、あとホワジャンの香りもいたしますね。それでは早速いただきます。うん、シビカラとありますように、この舌がしびれる辛さ、これいいですね。ホワジャオが効いてますね。このホワジャオのしびれる辛さとまたこの香りね、これがもうたまらなくいいですね。まだね、口の中だけじゃなくてね、お腹の中もちょっと温かくなるような、そんな辛さですね。これね、意外とっていうか結構ね、辛いんでね、辛いものがお好きな方にはおすすめですよ。ぜひこの舌がしびれる感覚楽しんでくださいね。お腹の中まで熱かる辛さですよ。続きまして、こちらカルボナーラ風グラタンです。先日ですね、カルボナーラ風のパスタご紹介いたしましたけど、今回はカルボナーラ風のグラタンですね。それではいただきます。カルボナーラといったらやっぱりチーズですよね。このチーズがね、とっても濃厚でね、また熱いっていいですね。カルボナーラ風とありますように、この黒胡椒がね、もうピリッと効いてて、これがもうたまらなくいいですね。マカロニもたっぷり入ってて、またチーズがとっても濃厚でね、これかなり食べ応えありますよ。続きまして、こちら、炙りチャーシューの冷やし中華です。まだね、2月で寒いのにね、今朝なんかマイナス3度で寒かったんですけども、ね、もう冷やし中華出ております。早いですよね。具材もね、チャーシューにきゅうりにもやしに卵に錦糸卵にあと紅生姜ですね、もうたっぷり入ってありますよ。ね、まだ寒いんですけども、この寒い日に冷やし中華もまたおつでしょうね。せやいただきます。うん、この酸味の効いたスープがまたいいですね。冬にこたつに入って食べるアイスクリームって美味しいじゃないですか。あれと同じ感じでね、こたつに入って温まりながらこの冷やし中華食べる、これもたまらなく最高でしょうね。この冷やし中華ですね、ミニサイズも発売されておりますね。ぜひですね、こたつに入って冷やし中華いかがでしょうか。続きまして、こちら、ガーリックバターチキンマンです。ガーリックって、ありますよ。ニンニクたっぷり入ってるんでしょうね。って思いますけどね。それでは、いただきます。うん、お、これ、ニンニクの香りと旨味がまだすごいですね。ニンニクってちょっと辛かったりするじゃないですか。その辛さもね、味わえますね。また、これ、バターも効いててね。これいいな。これね、ほんとこのニンニクの旨味を楽しめる中華まんですね。ニンニク好きの方はぜひ食べてみてくださいね。続きまして、こちら、とろーりカレーコロッケです。カレーコロッケも美味しいですよね。それではいただきます。うん。おお、すごい。カレーコロッケというだけのことございました。もうカレーの香りがものすごいですね。まだね、これ、とっても濃厚なカレーですね。
ちょっと辛いくらいですね。このカレーコロッケね、ほんとかなり濃厚なんでね、これだけ食べるのちょっときついかなって感じですね。ご飯と一緒に食べるのをおすすめいたしますよ。もうそれくらいね、カレーがとっても濃厚ですよ。続きまして、こちら。ホットケーキなスフレプリンです。こちら先ほどもご紹介いたしましたように、昨年9月にですね、各地区限定でいろいろなスフレ発売されておりまして、その中でもね、見事1位を獲得いたしまして、この度全国販売となりましたね。私これ前回紹介したんですけどもね、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。ということで改めてこちらご紹介していこうと思います。見た目がね、これ上の部分ほんとホットケーキですよね。また味もね、確かホットケーキだったんですよね。もうスフレなんでふんわりしてますね、やっぱり。それではいただきます。ほんとふんわりしっとりしたホットケーキって感じなんですよね。やっぱりファミマのプリンって美味しいですよね。この黄身が濃厚でね、もうほんとファミマのプリンいいですよね。見事全国一を獲得いたしましたホットケーキのスフレプリン、ぜひですね試してみてくださいね。これほんとホットケーキの味わいでね、もうふんわりしっとりしたホットケーキの味わいでおすすめですよ。続きましてこちら、バター香る焼きチーズタルトです。バター香るってありますね。ほんとバターのいい香りがいたしますね。また見た目からもしてもね、とっても美味しそうですよね。この焼き色めちゃくちゃいいですよね。それではいただきます。これほんとバターの香りものすごいですね。またね、バターの香りだけじゃなくてね、チーズも結構濃厚なんですよね。これ紅茶飲みながらこのタルト食べたらもう最高だろうな。はい、ということで今週発売の新商品の中からいくつかご紹介いたしました。今週はですね、ぜひ全国発売をゲットいたしましたホットケーキなスフレプリン、お試しいただければと思います。また今週はね、もう美味しそうなのがいっぱい出てるんですよね。もうどれにしようかなって迷うくらいね、もうめちゃくちゃいっぱい出てるんですよね。このふわとろオムライスも美味しそうですしね、もういろいろとね、今週は美味しい商品いっぱい出てあります。ぜひお近くのファミリーマートに足をお運びいただければと思います。また本日からキャンペーンもですね、新たに始まっております。また今週も1個もらったら1個もらえるキャンペーンを行っておりますよ。今週はですね、朝日のカルピスザリッチ、こちら新商品になります。朝日のカルピスザリッチ、こちらですね、1本お買い求めいただきますと、3月1日から使える朝日カルピスウォーター、これの無料引換券がもらえますよ。またね、ちょっと季節先取りしすぎてるんじゃないかっていうね、いうキャンペーンも行っております。こちらフラッペ全品80円引きとなります。こちら本日2月22日から3月21日までの1ヶ月間となります。この期間中ですね、フラッペ全品80円引きとなりますね。お得ですよ。まだめちゃくちゃ寒いですけどもね、ぜひフラッペお買い求めいただければと思います。まだまだキャンペーンございます。手巻きおむすび5品がですね、税込み価格から10円引きとなります。またさらにファミペイ払いでお支払いいただきますと、ファミペイボーナス10円相当がですね、還元されます。さらにお得となりますよ。こちら手巻きおむすびのですね、梅、昆布、紅鮭、シーチキンマヨネーズ、からし、明太子、こちらの5品がですね、10円引きとなりましてお得ですよ。こちらキャンペーン期間が2月28日月曜日までとなっております。ということで今週はですね、もう美味しそうなのめちゃくちゃ出ておりますし、お得なキャンペーンもですね、いっぱい出ております。ぜひお近くのファミリーマートに足をお運びいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。今週はね、もうほんとね、新商品のあれ見てて、どれも美味しそうだなと思ってね、もう選び抜くのがめっちゃ大変でしたね。もうそれくらいね、もういろいろな商品出ております。ぜひファミリーマートに足をお運びいただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、だんだんなー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。
チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。